はい、ゲームコレクターの酒缶です。チャンネル登録よろしくお願いします。今週発売されるパッケージゲームをサイトでチェック。今回チェックするのはレジェンドオブレガシー HD リマスターということで、プレイステーション5、プレイステーション4、ニンテンドースイッチで復活ってあるんだけど、何が復活かっていえば、もともと 3DS で出てるんですよね、このタイトル。2015年ぐらいですね、出てるんで、まあ10年まではいかないけど、もう割とこう人によってはレトロと呼んでいい時代が経ってるんで、っていうか、なんだろうな、携帯ゲーム機だからあのミニキャラっていうか SD キャラでやってるのかなと思ったけど、 HD でこういうとこに出てきても多分そんなに HD だから綺麗だうんぬんってなるようなビジュアルのゲームでもないような気がするんだよねHD リマスターっているのっていう感じがするけど、まあテレビで映すように作り直しましたよぐらいで、あんまこう HD リマスターとかピンとこないんだけど、まあとりあえず見てみましょうか。はい、まあどっちかというと多分 HD リマスターよりも何が追加されてるかの方が重要だと思うんですよ。追加要素あんのか知らないけど、はい、全ての映像が HD リマスターで美しく蘇る。てか、だからキャラクター的に見てもそんなに HD リマスターだからうんぬんっていう感じじゃないですよね、うん、RPG の根源的な面白さでもある冒険というキーワードにフォーカスし、古典的ファンタジーの世界観をベースに探索、戦闘、育成、物語という4つの要素をシンプルかつ緻密に絡み合わせて再構築し、 RPG らしい奥の深い面白さを追求したニュークラシック RPG。 多分ここまではね、 3DS の時と変わらないと思うんですよ。確か 3DS ではの時の記憶をたどると、なんか用意されてる何人かのキャラクターから3人選ぶと、その3人がなんか馬車かなんかに乗ってどっか行って、でなんかミッションかなんか受けて冒険に行くと、そのまあ 3D なんだけど、ちょっとそんな広くないマップがあって、その中探索するとこマップが描き込まれてって、で隣のマップ行くとそこは描き込まれてってみたいな、そういう意味の探索と、あとバトルもこう戦いながらなんかいろいろひらめいたりしていくと、なんかそういうタイプのゲームだったかなっていう感じがするんですけど、それ以上なんか追加あるんですかね。あれ、ちょっと待って、まあ、いや、ワールドイントロダクション。あまたの者たちが伝説に挑み、そして消えていった悠久の眠りから目覚めし、幻の大地アバロン。その、深淵に待つ者は、楽園への階段か奈落への扉か、これは古の神々が残した遺産が紡ぎ出す知られざる真実の物語ということで、アバロンと、まあ、いや、これはいいや、舞台とかの説明はそんな読まなくてもいいや。ということで、キャラクター主人公、あ、これね、ほら、主人公一人じゃないんですよ。職業も性別も異なる、年齢も異なる7人の冒険者たち、彼らの中から一人を主人公として選択し、アバロンの伝説に挑む。一人か、でもなんか2人、3人ぐらい一緒だった気がするんだけどな。まあでもこのキャラクターにもさ、 HD って言われても困るでしょ、やっぱり。どれ選んだか覚えてないんだけど、多分男2人女2人みたいなパーティー組んだような気がするな。このキャラ選んでない気がするな多分。でモンスター、まあ、いろいろいるよって感じですね。その他のキャラクターもいるよって感じですね。で、バトルの流れ、まあシンボルエンカウントでしょ、うん、はいはい。ダンジョン内を探索している、徘徊しているモンスターに接触するとバトルに突入するシンボルエンカウント方式です。また基本のバトルシステムには単性コマンドバトルを採用しています。ということで、モンスターに接触、コマンド入力で、バトルシーンがあってバトル終了。まあ割とシンプル。はい、で総次元バトル。アバロン島は精霊が見える不思議な島です。これなんだろうな、これこんな地味でいいのかな、地味でよかった、まあいや、そうコマンド一つ、まあちょっとあんまちゃんと覚えてないな、まあいい、覚えてなくてもいい、はい。
で武器はいろいろあるし、覚醒、覚醒これだな、これが多分あの技が増えていくやつだよね。バトル2キャラクターが戦技を繰り出すことにより威力がレベルアップしたり新しい戦技を習得することがあります。これを覚醒と呼びます。だからまあ、ロマサガとかね、そういうところからの派生と考えるとまあいいのかもしれないです。その辺をこうクラシカルなもののニューって考えるといいのかな。で、本作にはバトル中のキャラクターの役割を示すポジションという概念があります。アタック、ガード、サポートという3種類の大別されたポジションをパーティーメンバーにそれぞれ割り当てて一つのフォーメーションを作ります。まあこの辺もだから基本的に元々の原作から外れてないんだよな。でシステムはで、ゲームの流れ、はい、冒険は地図を手に入れることで始まります。冒険中に新たな地図を発見、あるいは街をで購入をして新しい場所にを冒険できるようになっていきます。これを繰り返しながらアバロンの伝説を解き明かしましょう。あ、そっか、隣のマップすぐ行けばいいんじゃなくて、どっかでマップを地図を手に入れないといけないのか、そういうことね。はい。で、カートグラフ、キャラクターを操作すると移動に合わせて地図が書き込まれていきます。そう、これがね多分やりがいになるかなところはあります。はい。で、交易、まあこれがね、まあ探索して新しい場所を見つけたら、まあいろいろとこう新しいものが手に入るから、まあそれをこう売ってお金にして武器を買ったりするという流れですね。特になんかあれだね、 HD 以外の新規要素が見当たらないね。書いてないね書いてないね。マジか、マジか。で、まあ、スタッフがさっきも見たけど、こんな感じで、多分、普通にこう、何々に関わってたっていうのを書いてないから分かりにくいだけで、多分、ピンとくる人はピンとくるんですよね。90年代スクエア的な感じの流れを得てる人みたいなニュアンスなのかなという気がします。はい。ということで、ざっくり。レジェンド・オブ・レガシー HD リマスターですが、これは、スイッチ、PSO、PS5 でパッケージが出て、特に限定版はなくて、で、一人用で2024年2月1日発売で、パッケージ版6280円税込みとなっていて、セロ B ということで、あ、セロ A だったのがセロ B になってるってことは、これ単にチェックで、あれかな、HD リマスターではっきり見たらちょっと残虐じゃねえみたいなセロ B かな。よくわかんないですね。だって少なくともほら、綺麗になりました以外の売りが特にサイト内に書かれてないでしょ。だからまあそういう意味では、はっきり見たら残虐でしたみたいなセロ B、 もしくはもしかしたら追加衣装があるのかな。それか、あの衣装をテレビで見たら実はちょっとセクシーでしたとかわかんないけど、まあセロ B になっ、セロ A がセロ B になってるから、この9年ぐらいの間に何があったのでしょう。はい、わかんないけど、はい、そんな感じです。まあ個人的にはね、ちょっとこれもクリアしてなかったんで、 3DS も途中までしかしてないんだけど、まあこれをまたやり始めた方がいいのか、なんかね、これをあの HD リマスターでやった方がいい。だと HD リマスターのメリットがいまいちねピンとこなかったんで、ちょっと2画面が1画面になったことに対しての何かしらのメリットがあるかどうか知りたかったなという今日この頃です。はい。